はい、皆さんこんにちは、アンチです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回ですね、上まぶたをスッキリさせる方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあですね、これは質問いただきましてですね、僕の先日の以前の動画でですね、8年前の僕と、現在の僕のね、比較しているサムネがあるんですけども、その時のサムネでですね、目がですね、ちょっと細いであったりとか目がむくんでいるということで、その目をねスッキリさせる方法をねやってるんじゃないかなということを聞かれました。で、実際ですね、僕目のセルフケアでもたくさんやってるんですけども、今回ねこの目の周り、ここですね、ここをね特化したセルフケアをお届けすることによって、上まぶたをスッキリしながら、この眉毛のこうですね、ここをスッキリさせるっていうような感じでね、お届けできたらと思います。ちなみにこれはですね、眉間のシワ、ここにねできるシワも、解消していきます。ぜひですね参考にしてみてください。はい、まあ、この動画はですね、40代50代の方が健康であったり美容であったり、なりたい自分になっていただけるための動画配信としておりますので、ぜひですね最後まで見てください。はい、早速やっていきたいと思います。で、いつも使っているですね、この炭酸泉体スプレー、これも使っていきたいと思うんですけども、まあ、これは、ね、いつも説明してるんであまり説明はしないんですけども、また概要欄に、ね、貼っておきます。で、これは、ね、僕毎日もう朝昼晩と使っている状態なんですけど、これを顔にかけることによって血液の循環が促されるってことなんですね。血液の循環が促されるっていうことは、顔のむくみであったりとか顔の筋肉 そのリフトアップ効果にもなりますので、ぜひ、ね、一度試してみてみたい方はぜひ概要欄見てください。で、早速やっていきますけども、今顔にピューッとかけました。で、かけてですね、この眉毛のラインをですね、マッサージしていくっていうところがポイントです。で、これもあのマッサージの方法がですね、いろいろあって、この眉毛をつまむっていうやつなんですよ。こういう感じで眉毛をつまんで、まず上下こういう感じ、はい、この眉頭をつまんで上下に振る。これを10回いきますね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ両手でもできるかな、もう肩、あ、できますね、できます。こういう感じで10回やってください。はい、よろしいでしょうか。僕はね、いつも左右差を見るためにね、この何ですかね、片方ずつやっていくんですけど、お時間のない急ぎの方は両方でやってみてください。こんな感じね。はい、で、眉頭、次眉毛の中央で上下、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、次眉尻ですね、はい、おつまんで上下1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 眉毛をつまんで3分割したものを上下に10回ずつやってください。はい、で、その次は次眉頭に戻って、次はこの眉毛の方向ですね、こういう感じで、はい、10回いきますね。では行きます、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次眉毛の中央、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 次は眉頭、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。いいですね。はい、いつも僕右からやってるんですけど、今日左からやってるのは、僕ね、眉毛がね、いつもこうやった後が上がるんですよね。上がるのをちょっと比べたかったんですけど、やっぱ上がってますね。はい、左の方が上がっております。で、これ上がるっていうのはどういうことかというと、筋肉がですね、本来の働きをやり始めてるっていうことなんですね。再開し始めてるっていうことなんですよ。ってことで、この上まぶたのたるみにも解消になるっていうことなんで、ぜひ、ね、やってみてほしいと思います。次はですね、眉毛をつまんで回します。こういう感じ、こういう感じで回してください。回しにくい方は、こう円を描くようにね、あの慣れるまで、ね、こういうつまんで、やりにくい方はイメージだけでも結構なんで、こういう眉毛をね、ぐるぐるっとこう回していくような感じで、これも眉頭、眉毛の中央、眉尻とですね、3分割したところやってください。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、眉毛の中央、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、毎日いきます。用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これでですね、眉毛の、眉毛のね、眉毛のセルフケアが終わったんですけど、眉毛のセルフケアっておかしいんですけど、眉毛の周辺のね、セルフケアが終わりました。で、その次が、この眉毛とまぶたですね。この目の上のまぶたの、ここをやっていくんですけど、これ親指でですね、最近の動画でもお伝えしましたけど、ここに指を入れて下に
下から上にぐーっと押すような感じ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、結構気持ちいいですね。痛気持ちいい感じになると思うんですけども、これはですね、目が疲れている方も、必須です。はい、疲れ目解消にもなりますんで、こういう感じでぐーっと下から上に押し上げてください。で、これを眉毛の中央、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。よろしいでしょうか。で、こう触るとですね、こっちの方がこの厚み、まあ、ここはまたむくんでたんですよね、きっとね。ここの厚みが全然違います。はい、で、これをですね、まあ、やることによって、この上まぶたがすっきりしてきて、この眉間のシワもね、解消していきますので、ぜひやってください。では、おさらいとしてですね、右側、今日はいつもと違うバージョンですね、右側をやっていきたいと思います。はい、眉頭をつまんで上下10回、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、眉毛の中央、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次眉尻、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。はい、次また眉頭に戻って、次はこういう形で引っ張っていきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、眉毛の中央、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、眉尻いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。で、その次はですね、回していくような感じですね。はい、眉頭から回していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。はい、これが眉毛のね、セルフケアなんですけども、あとはですね、この親指で下から上に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とですね、やっていただくと、上まぶたの解消と、目の眼精疲労を解消していくし、眉間のシワもね、薄くなってきますんで、ぜひですね、一度試してみてください。はい、まあ、これでね、終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタンをぜひよろしくお願いします。でですね、最近ですね、問い合わせが多くなってきたのがですね、この炭酸生体スプレーをね、取り扱ってみたいっていうですね、エステサロンさんであったりとか、美容師さんであったりとか、僕みたいな整体の先生もおられてるんですけども、まあ、そういう方はね、興味あればですね、僕の、まあ、コメント欄に入れていただいたら、またね、個別にメッセージをお返ししていきます。LINE アットの方にね、またメッセージいただけたら、対応の方をしていきますんで、よかったらそちらの方を使ってみてください。はい、まあですね、これで終わっていきたいと思うんですけど、よかったともでいいなのボタン言いましたね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね、また次回お会いしましょう。さようなら。